どうも元気です。今日はこれから栃木県の昭和ふるさと村っていうグランピングに行ってきます。行ってきます。普通グランピングっていうのはだいたい1泊6万ぐらい1人で取られるんですけど、今日の行くところは1万5000円です。超格安ですよ。徹底レビューしたいと思います。1万5000円ってさっきね適当なことを言ったんですけど、正確には2人で1万7000円でしたね。超安い。超安いですよ。すごい。これが学校か。駐車場。すごいね。宿泊駐車場。まもなく目的地付近です。昭和ふるさと村に着きました。天気予報の言う通り、さっきここに来る途中もう土砂降りだったんですけど、今はもうなんか一時的に止んでます。このまま晴れてくれるといいんですけどね。これからグランピング施設の方に行ってきます。行ってきます。初めてです、はい、ここはもう学校ってことですよね。職員室だったところですね。あーすごい、全部有効活用してる。そうですね、本当にスペースがあるのでもういろいろとやらせてもらってますね。すごい。昭和9年に建てられて、平成17年まで使われてたっていうんだから、結構最近まで使われてたんだよね。そこの水上コテージですね。水上っていう場合に水張ってない。そうだよ、水張ってない。もともとここ普通のもう学校にあるプールだからね、うん、そこにグランピングの施設を建てたっていう感じになってます。怖い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 。すげー面白い。これで開いたのかな。あ、これを下げて。お邪魔します。中綺麗ね。うん。うん。4人泊まれるよ。ね。布団はどう？うん、寝やすそうじゃん。ふかふかしてる。ここの隙間が心配だな。虫が入ってきそうだ。開け方が思ったいた。超ちっちゃい、思ったより小さかった。食べ、閉まんない。え、あ、閉まった。寝心地、うん、悪くないよ。素泊まりだったら5000円。5500円。平日は、週末は1000円足して6000円、160円だったかな。だとしたらもうめちゃくちゃ綺麗ですよ、本当に、うん。ブレてるな俺の顔。グランピングで心配なのは虫ちゃんじゃないですか。もうこの部屋にはベープが置いてあるんで、きっと虫は入ってこないでしょう、はい、だから不安な人は自分で虫除けスプレーを買ってきましょう。受付にも売ってました。受付にも売ってました。ただね、550円するんでそこは気をつけてください。気をつけてください。割高なので。でスタッフの対応なんですけど、一番最初に我々を案内してくれた若い男のスタッフがいるんですけど、まあ話に聞くとここの学校まだ学校として機能してた時代の卒業生だよね。うん、友達がって言ってた。あ、友達がめちゃくちゃねフレンドリーで、うん、いい人だよね。いい人でした。これからちょっとね、あの廃校となってる学校の中を見学したい、しに行きたいと思います。こういう感じで実際に学校の中を見て回ることができるんですよ。もう昔ながらの学校っていう感じがもうそのまま残ってて、
すごいなんかなんていうのいい感じ。なんか広く感じるわ、自分がいた教室よりも。素晴らしい。なんかね、中途半端について消えちゃう。あ、消えた。どう頑張っても火が半分しかつきません。一人3000円で夕ご飯と次の日の朝ご飯がつくんですよ。まず肉のセットでしょ、野菜セット、そしておにぎり1人2個。ここで注意しなきゃいけないのが、うん、でもね、ホームページにはね、調味料とかは有料って書いてあるんですよ。だからね、うちら買ってったね。ただね、バーベキューセットにはついてるみたい。パプリカなんか手前に倒れてる。いい音。うめえ。正直ね、今日は飲まないつもりだったけど、この開放的な雰囲気にね、負けました。しかもこれ、お酒飲む人はね、本当朗報ですよ。そこら中に自販機があってビール売ってるんですよ。この朝日の缶が230円、良心的ですよ。しかも夜10時まで売店が開いてるらしくて、そこにね、ワインとか日本酒もありましたね。ボトルのワインはね、1200円とかで売ってて、すごい安かったです。ああ、普通に美味しい。うん、うん、うん、バーベキューだ。うん、バーベキューだね。ここは大自然の中ですから、まあ当然ちゃ当然なんですけど、バッタが来ます。なんかバッタがめっちゃ来る。うん、今のところ2匹バーベキューしてるところに襲来してきました。昭和ふるさと村にはですね、3つの温泉があるんですよ。まあ室内用のやつが2つと、1つが露天風呂なんですよね。私たちは今日露天風呂に入ります。もう我々夫婦2人だけの空間となっております。もうここがすぐね、風呂になってるんですよ。あ、広いね、すごい。いや、いい感じの露天風呂ですよ。ちょっと語彙力が少なくて本当に申し訳ないぐらいなんですけど。ただね、ほんと一つ問題があるんですよ。いや、さっきね、ほんともうびっくりしたんですけど、もう見たことないようなバカでかい、こんなぐらいのガがね、いきなり飛んできたんですよ。もう二人してパニックになりましたけど、なんとかさっき追い払いました、ほんとに。すごい面白かった。あいつら動き読めないから、余計怖い。第二波がいつ来るかわからないんで、ちょっとそろそろ出て、もう帰ろうかなと思います。女性の方は朗報ですよ。ちゃんとアイロンと鏡まで、うん、ついてます。ただ私はさっきのね、大型のガとの戦いにより今精神的にだいぶ疲労してます。達成感はすごいでしょうね。いや、でも疲れた。あ、やっと安全地帯に帰ってきた。疲れた、精神的にも。キャンプ向いてないよ、レンちゃん。どうしたら虫を克服できるんだろう、俺は。誰か教えてください。誰か教えてください。おはようございます。2日目の朝です。寝れましたか、ちょっとね、尾底骨が痛かった。9月12日朝7時40分、朝食を取りに行きました。朝ごはん取ってきました。サラダ2つ、オムレツとソーセージ、あとはパンめっちゃ多くない？わ
とコーヒーもついてる。あ、ジャムもついてる。おいいね、うん、あとケチャップもある。オムレツ用だね。なぜかフライパンがなかったんで、とりあえず鍋で焼いてます。普通のサラダです。なるほど、わかりやすい。オムレツ食べますよ。どうですか、オムレツ。うん、おいしい。うん、あー、おいしい。やっぱ朝コーヒーだね。今回我々は初めてのグランピング、二人で一泊、夕ご飯朝ごはん付き17,000円という格安のグランピングだったんですけど、総合的に行って満足しました。部屋も良かったし、お風呂も良かったし、ご飯も普通に美味しかったし、うん、良かったです。まあ、ただ、まあ、どこのグランピングもそうかもしれないですけど、虫が苦手な人は精神的に疲れるかもしれません。常にちょっと気になるよね。そうそう、どこにいても、うん、それでは今日のスケジュールを発表します。いよっ。沼田屋本店というところに行ってかりんとうまんじゅうを買います。これはだいたいね、ふるさと村から1時間ぐらいで行きます。そしてその後は焼き芋かいつかっていうところに行って焼き芋を食べます。そして11時になったら寿司食堂おはんっていうところに行って海鮮丼を食べます。はい、そしたらその後はね、まあ、帰りがてら野田温泉っていうところに行って温泉でちょっとゆっくりして疲れをとって車で家に向かいたいと思います。沼田屋のかりんとう、まあまあサクサクしてて美味しい。うん、いいね、うまい、最高。楽しみだね、何にしようかな。私は今非常に感動してますよ。何その手は。海鮮丼って言ったらね、高いじゃんやっぱり。豊洲も築地ももう3000円4000円普通にするでしょ。だからちょっと食べながらも高いな高いなと思って食べちゃうんですけど、ここは2000円もういかないぐらい。いかない。ウニマグロ、ウニマグロ、サーモン、サーモン、イクラ。すごい、のりちゃんに感謝してるんですよ。また感謝して。このお店を見つけてくれたことに。感謝して感謝して。およそ200m 先、400m 渋滞しています。最後の目的地、野田温泉ほのかっていう場所に来てます。もう1400円でね、岩盤浴もサウナもロウリュも天然温泉も漫画もね、いろんなのがあるんです。今2人で、ね、2時間ぐらいだいたいちょっと楽しんできました。もうこれから夕ご飯食べて帰ります。グランピングの旅はもうこれで最後です。でこの2日間でなんだかんだね、いろんなとこ行ったよね。うん、東京から始まり、埼玉のぶどう狩り、栃木のグランピング、
茨城。茨城のカリカリ饅頭。かりんとう饅頭。かりんとう饅頭。で最後千葉の。千葉県の温泉。温泉。5つもまたいでますよ。この2日間で。これ全部ね、のりちゃんがスケジューリングしてくれたんですよ。本当に。私はそこに運転していくだけ。助かりました。運転ね、苦手だから。ありがとうございました。あ、マッサージしてあげるから、肩5分1時間ね5分そういうことで、さよなら。